本店本店大変です、はい、大変です、はい、はい。3号機多分水蒸気だと爆発が今起こりました。電話いつも完全繋がらないんで何とかできない。もう僕は完全に裸んぼになっちゃってて、ひでえ状態になってんじゃないかって言ってんだけどさ。約2時間で完全に燃料が溶融すると。バッテリーの見込みってあります？ないと思います。ない。使える業務者が全くない状態です。ものすごい線量高いのよ。ここの現場来ない人は分かんないかもしれないけど、18時22分燃料が全部露出したっていうのはその共通の認識でいいですね。水位がダウンセールしてる。うん、これね、もう危機的状況ですよ。これ伝統できないと圧力が、ちょっと格納液が壊れる。